ピアノチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。日本プロ麻雀協会の上田由衣です。本日もスリーアロ将棋部のアシスタントを務めさせていただきます。よろしくお願いします。そして本日はもう一人アシスタントの、あ、ごめんなさい、買いました。アシスタントの方をご紹介します。RMM の白田美代プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はアシスタント2として来ました。代表もいるっぽいので、はい、麻雀じゃなくて今日将棋を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして本日の解説には日本将棋連盟の阿久津力八段にお越しいただいております。阿久津先生、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、こんなに気厚いなんか拍手をいただいて本当恐縮なんですけど、普段私麻雀結構趣味でやるんで、うん、もう皆さんよく見てる方が多いんで緊張しますね。まあでも今日はね、将棋をその麻雀プロの方がやるところを見れるっていうので、まあ、どんな鋭い一手が飛び出すかっていうのをちょっと楽しみに来ました。2回目ですよね。はい、2回目です。前回はどうだったんですか？前回もすごいいい手もあったり、こうびっくりするようなアクションも結構華々しい展開で、すごい楽しかった気分があります。これは悪い手ですねって言われた覚えがある言われた覚えあるな。前回はなんか新井さんが悪いとかなんかすっごいずっと最後流れたイメージがありますけどね。じゃあ今日も新井さんにちょっと注目したいです。今日はそうですね、新井さんのかっこいいところに期待したいですね。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは本日の対局者の紹介に移りたいと思います。じゃあどうぞ。はい、最高戦の井上匠です。今日は僕が中学から知ってる阿久津先生とこういう形で将棋解説してもらえるということで、まあ、とても嬉しく思ってます。精一杯頑張ります。真面目最高戦の松本です。そうですね、ちょっと将棋最近ちょっと少し練習していて、実はこの前会社で職団戦っていうの初めて出たんですけど、ちょっと優勝することができてですね。おお、すげえ、おめでとう。実は僕はあまり役に立たなかったんで、次の E 級に向けてちょっと2段ぐらいになりたいなと思って今日勉強させてもらいに来ました。よろしくお願いします。すごい、なんかすごいね。凄さがわかんない。優勝って大体すごいじゃん。そうアレミフィケライセンス奈良原和です。今日は阿久津先生と先日の麻雀する機会もあって、今日は将棋を教えてもらえるということで頑張りたいところです。今週末大会も2つほどリーグ戦も含めてありますので、景気づけになるように今日も勝ちたいと思います。よろしくお願いします。あ、日本プロ麻雀協会の鈴木太郎です。そうですね、今日はたまに阿久津先生にとあるお好み焼き屋さんで将棋を教わってて、でその先生にね、今日見てもらえるということで、握手をなるべくしないように、はい、光る一手を打てたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、こんばんは。最高戦の荒井慶文です。今日は阿久津先生2度目の登場ということで、もうすでに誰かやってるんですけど、もうね、我々の将棋を阿久津先生に解説していただくとか、なんだかね、光栄ですね。ね、光栄なんですけど、いいんですかね。ありえない。失礼極まりない。すいません、おじさんも指します。じゃあ、いや、それは無理。それは無理。いや、おじさんの将棋見たいですよね。いや、見たいですよね。ちょっと、まあ、流れ次第なんで。ない、流れなんてない。流れ、将棋に流れ、将棋に流れはない。だから僕は将棋に流れがあると思ってるんで、今日は将棋の流れをお見せしたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんばんは。硬い。麻雀のトッププロ大分からです。将棋はもう空棋士ですが、どうしても竹書房っていう会社がですね、これを宣伝しろっていうんで、大井熱、はい、4月ですね、13日に発売になりました。絶賛ですね。もうすごいです。めちゃくちゃ売れてるらしいです。はい、あれ、来たぞ、なんか可愛い子が来たぞ。とりあえずこの本のこともうちょっと話させてあげて。まあいいや、もっと話させてあげて。まあいいや、途中ではどうか。ごめん、大した本じゃないんで、僕の生き様が、はい、載ってますので、これサイン入りで本日、何か抽選的なものでプレゼントしたいと思いますので、皆さん最後までご視聴くださいからの、はい、この扇子もプレゼントするんですけど、どちらか希望の方を明記して応募フォームから応募してください。
こっちの方が貴重だからね。デザインの三月先生です今日も。よろしくお願いします。だけどこっちはオッズが、オッズ的にはこっちを申し込んだ簡単に手に入るかもよ。でもサインついてるから、ね、ネットオークションで売られてるかもしれない。ゆいちゃんが、ゆいちゃんが持った本ですよこれ、はい、ゆいちゃんが持った指紋付き。はい、あらいさんも。あー下がる下がる、価値が下がる。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。それでは本日のルールを説明していただきます。説明します。じゃあ画面が変わらないから、まあ読んでいきましょう。すり上がりリレー将棋のルールです。2チームに分かれてのリレー将棋を指していただきます。各自30秒以内に指してください。なお時間切れのペナルティはありません。5手指すと交代になります。各チーム助けてカードを1局につき1回まで使用することができます。2不当の反則は基本的に指し直して続行とします。仲間割れは切腹に処しますので、劣勢でも仲良く負けましょう。以上となります。したことないから大丈夫、はい、大丈夫です。それでは、はい、早速対局を始めていきたいと思います。はいはい、じゃあ振り駒、振り駒、振り駒やります。振り駒お願いします。ゆいちゃんお願いします。白田さん振り駒やります。じゃあ、みおんで振ってみる。やる。歩をね、5枚、歩を5枚取ろう。それ、あ、任せてくださいね。ね、あれ、そうじゃなくて、じゃあ、みおんの初めての振り駒、あれで振るのかを決めてから振った。これを、こうして5枚、はい、真ん中の5枚取って、1戦目は、誰だっけ、ね、私と、井上さんのペアと、あと松本さんと太郎さんのペアなんで、歩がたくさん出たら、松本さんと太郎さんのペアが先手ということで、松本太郎の振り伏せというやつですね。で、カシャカもっとしっかり混ぜるんだ。カシャカシャカシャって混ぜて、そこの黄色いところにポイって投げて、ポイポイポイ、はい、歩が3枚、歩が3枚ですね。太郎さんの方のペアの先手ですね、になりました。サミオン、ありがとう。難しい設定やめてください。俺が先だろ。いや、どちらに、まあ、前後は別にこの後決められます。ということで、じゃあ、対局まで準備で、はい、また、はい、じゃあ対局まで少々準備、はい、都合で時間をいただきます、はい、お待ちください。お待ちください。あ、私？私か。はい、はい、それでは対局室どうですか、準備できてますかね。いや、多分まだできてないんじゃないの。雑談しようぜ、先生と。雑談してもいいですか。すごくないね、A 級ってすごくない。いや、すごいですよ。で、8、何、段ってあるじゃないですか。はい。段とその所属の順位戦っていうんですか、そういうの。リーグのこと。あ、リーグ、はい、ありますね、将棋も。名人がいて、A 級がいるわけですよね。はい。で、B が2つあるんですか。B が B1 と B2 がありますね。始まったの。始まっちゃいました、もう。将棋始まった。え、始まっちゃってますね。いきなり始まる。8段、8段。こっちで合ってます。はい、7、6、歩つきましたね。で、3、4、3、歩、はい、いきなり始まりましたね。そうです、ずるっと始まりましたね。松本さんと鈴木太郎さんで、後手が井上さんと新井さんで、この人が、はい、こっち側しが太郎さん。今誰が指してんの。松本さんと井上さん。初めは松本さんが指してますね。出た、これ阿久津先生、これ僕やったことない。これ居飛車ですね。そうそう、2、6、居飛車。後手はまだ分かんないですね、居飛車か振り飛車か。方法、なるほど。4、4歩、角道止めたんで振り飛車やるつもりかもしれないですね。大井さん、今日本当にここだけなんですか。そうだよ。解説だけなんですか。同じ RM ならどうしたの、その攻めは何。いや、でも代表指さないのかなと思って。大井さん、番組始まる前に控え室で将棋指してたんですけど、そうなんですよ、かなり強かったですよ。やめてください、本当に。いける感じでしたよね。なんか人と指したのまだ12局、13局って言ってたんですけど、全然それを感じさせない。本当ですか、しっぷりで。太郎さんが弱いんじゃないですか。いや、太郎さん結構強いですよ。僕勝てそうですよね、さっき太郎さんに。私普段から、はい、よく将棋の将棋やってお酒飲む会やってるんですけど、はいはい、太郎さんたまに来るんですけど、はい、太郎さん結構詰将棋とか得意で。へえ。詰将棋。7手とか9手とか結構実戦でもよく詰ましてますね。僕伊藤新先生から。はい。伊藤新先生、銀って上がりましたね。三手詰めですね。三手詰めの本はいただいたんですよ。はい。それは勉強しました。はい。三手詰めもね、やっぱ大井さんどれぐらい解けます？大体解けます？いや、7割ぐらいしか解けないです。あ、7割。まあでも繰り返していけばもうどんどん上がっていくんで、はい、それぐらい解ければ大丈夫ですよ。三手でなんかすっげえ難しい三手もありますよね。なんか思いつかないような。
意地悪な問題もないんで、振り飛車対居飛車になりましたね。ごめんね、試験飛車。そう、試験飛車詳しいですね。その2回ぐらいって聞きました。これはこっから上がるもんなんですね。こうでこういくんですか。これ はあの場合によっては囲わずに、はい、あの攻めていく。なるほど、ね、あの藤井九段が得意にしてる。あ、それ聞いたことあります、藤井システムっていう戦法があります、はい、コメントでも藤井システムって来てますね、はい、後手の指し方は藤井システムですね、はい、あの藤井って言っても今だとあの藤井聡太さんがすごい有名なんですけどそっち九段のそっちの、はい、あの若い方ではなくて、はい、昔あの竜王タイトル、はい、数多く取った藤井武志九段の得意戦法、ね、武志九段おしゃべり面白いですよね。いやそうなんです、ボソボソっていうか、はい、なんか、はい、淡々と喋ってるんですけど、はい、よくよく聞いてるとすごい面白いことを喋っていて、はい、アベマの将棋チャンネルがお隣さんで、はい、僕ちょいちょい将棋見るんですよ、はい、でなんか女流棋士の方と藤井先生がおしゃべりすると面白いなと思って、組み合わせがそうですね、あの実は結構女性と喋ってるとニコニコしてて、そうなんですよ、ね、いい雰囲気で喋られるんですけど、私もアベマ見るときは麻雀が隣にあるんで僕本当将棋大好きです。阿久津先生の解説してるのよく見ますよ。私は逆にその将棋で手進まないなと思うとすぐ隣の麻雀番組に移動してしまう感じで僕も同じで自分の出番がなくなると、あ、うん、藤井システムだったんですけど、はい、玉囲い6人玉6八玉って上がり始めたんで、まあ、変わるんですね、しばらくはこう囲ってから戦おうという、なんかこれがここになんか藤井システムってなんかよくわかんないんですけど、戻りましたよ。戻るっていうか違うそれ囲っていきましたね。美濃囲いに行くの、はいはい、この8人まで、はい、ここまで行くと美濃囲いの中に入ったっていうことで囲いが完成ですね、はいはい、まあ、お互い早い戦いはやめて今日はじっくり、はい、なるほど、力を出して戦おうという感じですね、はい、上も下も似たような感じってことですか。じゃあそうですね、先手も、こっちの方も深く囲っていく、簡単に負けないようにっていう、お互いこれは角が王さんがこの辺に行きたいの、はい、角が邪魔してるんですけど、こいつはここに上がるんですか。あ、そうですね、多いのは、はい、まああの、角を上がって玉を振って、さらに囲っていくっていう指し方が一応多いですね、はい、あのまあ、他にはまあこのままで銀をこう上がって攻めの形を作っていくっていうのも、これは好みによって分かれるところですね。せっかくなのでコメントも拾いたいと思うんですが、はい、ちょっとやることが多すぎてなかなか拾えなかったらすいません。私これ動かすんで、動かして今なんか刺したよ、はい、今なんか刺したよ、はい、これここに移動しました。富士システムはむずすぎるとか、うん、あ、そうなんですね、すごい、俺鉄人挑戦あるとか言って、いや麻雀番組も機会があったら出たいですけどね、はい、出てください、出てください、なんと、はあ、僕を指名してください。僕を指名してください。あるんですよ、鉄人っていう番組があって、そうだ、うちだとあの、ね、中田さんと高野さんが、小山さん強いんで麻雀、もうコウさんと、そうですね、鈴木先生はもう普段から私も昔からしょっちゅう打ってますね本当に麻雀好きなんですよあの二人は。いや麻雀好きだし強いし、はい、強いっすね、終わって感想戦してくるんで、もう一日遊ぶと最後頭痛くなって帰りますね。いいですね。銀上がった、結構戦型古いなって言ってる人いたんですけど、あ、これはそうですね、昭和の時に多く指されていた昔からある四間飛車対、あの急戦の将棋ですね。急戦って急戦は急ぐ戦い。こいつがここ行くんですか。銀が多分5、7、こうもう一個上がって攻めの形を作っていく指し方ですね、はいはい、王様戻んないんですか。急戦王様は多分もうこの7、8のまんま戦うと思います、ね、角はどう使うか選べるもんね、後でね、こいつがここにいるとこう出て5-7に行きそうだね。あ、そうですね、時代的にはその振り飛車がこう大山名人とかがやって居飛車でこう急戦やっていたのはこう中原さんだったりとか、こうすごい古くから指されてる、そのお名前は知ってますね、僕でも知ってるぐらい、40年前50年、まあ、30-40年前とかにもすごい流行った将棋っていう感じです、最近はあまりプロでは指されなくなりましたね。64ですよ、これなんですか、はい、高美濃みたいなやつなんですか。玉がここですかね、上がってますか、はい、玉と端歩が、ごめんなさい、はい、急戦っていうのはすぐにぶつかり合うような、割合この後早くぶつかり合うことが多いですね。ほうほうほう、あ、でもなんかこうチームのバランスというか、銀を今右で上がったんですけど、急戦に行くなら左の方が多いんですよね、はい、お
なんですけど、はい、もしかしたらチーム仲間あれじゃないですけど、はい、俺はちょっと玉硬い方が好きだみたいな。ああ、なるほど。思ってたのと違ったんですかね。確かに、はい、確かにこの玉のそばにこの金銀4枚ってなんか安心感ありますね、なんか。ええー。金を怖がりましたかね、こういう風に。高みの、ええ、高みの。先ほど大井さんが囲ってた囲いと同じです、ね。あ、僕これから銀冠みたいなが、あの、それが、それしか知らないです。でも振り飛車やられる方はこの囲いの安心感というかね、美しさから入る人が多いですね。横からに弱くて、いつも飛車があの辺に1段目2段目の飛車が生きて竜になったらボコボコにされるんですけど、いつもでも負けるときは大体ね、はい、どの囲いに組んでもボコボコにされるんで、角と桂のコンビネーションでやられたりするんですけど、あ、斜めから。でもここまで組めば斜めでやられづらいですよね。なので高美濃にしたくなっちゃったんですよ、いつからか。はい、はい、あ、これはあれじゃないですか、よく聞く美濃囲いとは別に高美濃っていうのがあるんですか。はい、あ、一番初めのこの平べったい形がよく効く美濃囲いなんですよ、はい、これは横からの攻めすごい強いんですけど、はい、先ほど大井さんが言ったように角がここら辺とかに来て斜めのラインで攻められる、ここに桂打たれんだよ、いきなりこんな感じで詰まされて終わっちゃうことが多い、変なプレー。へー。で、あの、今の形はこういう形に組んでて、これ高美濃囲いっていう、まあここまでついた形を高美濃囲いと言いますね。斜めからでも、斜めからの攻めに少し強くなってると、はい、ただその分あの下段、あの横からの攻めに少し弱くなってますね。でもこれをついたら桂跳ねたいってことですか。あ、跳ねてる、こっち。あ、何これ、こっちの桂跳ねはすごいちょっと珍しい形ですね。これ誰が指したってんですか。あら、あと太郎さん、役場さんじゃないですね、こっち井上さん。え、違う違う、こっちだから、これ指したのは松本さんと太郎さん。太郎です、太郎です。今ほら太郎が指してますから。あ、太郎さんに変わったんですね。井上さんが多分指してる感じだと思う。井上はあれ、あ、違う違う、松本さんが指してる時、多分今のところは後手の井上新井ペアの方がまとまりがありますね。チームワーク的な意味ですか。チームワーク的な意味では、あ、でも先手のペアはさらに古風な5筋位取りっていう、聞いたことあります。でもこれはもう本当に私が将棋始めた時にはもうほぼ指されなくなってた絶滅した戦法ですね。絶滅してるんですかこれ。ほぼ。でもなんか位ってこの五段まで行ったら強いんじゃないですか、はい、歩は。え、でこう銀上がる形なんですけど。はい、それです。真ん中は強いんですけど、はい、結構こっち側が弱かったりとか。そうなんですか。真ん中の位って守るのがすごい大変で、たくさん駒をぶつかりやすいところですから、はい、どん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 こういう風に組んでいくんですけど、中央に駒を、はい、保持をしていく。はい、ただ他の場所とかが破れちゃうことも多いんで、この位を守るのは結構大変なんですね。なのでちょっと指しこなすのに力がいるってことで、現代ではこうプロの人は指すことは相当少ないですね。よく将棋指されてる方ですかね、これ見たことないぞってこんなの見たことないぞって。いや、やっぱ最近あんまりない形なんで、うん、僕は見る専門です。見る将って言うんですよ。見る将、指す将。はい、僕は本当にあるんですね。はい、指したことはほとんどないですよ、正直。ネットでも指さないです。はい、そうですね。阿久津流もあるって書いてありますけど、私5筋歩を交換する矢倉でそういう戦法はね、昔よくやってたんですけどね。なるほど。まあ、そう、知っている方が中央をこうね、あの、抑えて勝ったら気持ちいいんですけど、これがね、実戦でうまくいくかどうか。抑え込みが決まるときはね、圧勝できるんですけど。なるほど。いや、これでももうなんか僕素人目にはなんか圧迫してる感じあってけど、次させなそうなんですよね。こことかね、振り飛車もすごい形よく待ってるんで、はい、ぶつかってくるのを待ってるんですよね。あ、いった。で、こうイメージ的にはこう戦いになっていくんですけど、はい、玉が振り飛車の方がなんかちょっとしっかり囲えてる感じがするんで。はいはい、振り飛車からするとカウンターがうまく決まりそうというか、はい、相手に対応していけば優勢になる可能性が高いですよね。後手の飛車が、広告ありがとうございます。後手の飛車なんかもうちょっと活用、ここにいたらなんか邪魔してんの。そうですね、今はまあ筆取ったんですけど、もちろんまあこっちの方がいいかな、はいはい、こいつはこう回ったりしたらダメなんですか。ああ、そうですね、戦いながらここ相手の戦いそうな筋に、はい、こう 5とか、ああ、いいですね、5いいですね。でも4筋も今4五歩ってきたんで、はい、ちょうどぶつかりそうなところなんで、 4五歩なんていう手があるんですか。なるほど。まあ居飛車の成功例としてはこれを取ってくれれば桂馬で取らないですよね、これね、行って角を動かしたら飛車をボンと取って、これ大成功ですね。空桂が効かないんですか、
これ取っちゃうと早くなるんで多分取らないと思います。これ先生評価値どうですかっていうのは今どっちの方が、はい、良さそうですかっていうことですかね。ね、イメージ的には、はい、200点ぐらい後手が勝ちやすいかなと、うん、おー200点っていうのが分かんないね。単位が何点満点中ですか？違う、で例えば2000いったら投了とかですか？そうですね、まあ、2000とか3000だとほぼ勝ちみたいなことでいったら分かりました分かりました。今なんかちょっと勝ちやすいみたいな、あれなんか上でよくポナンザみたいなのがやってる、そうですね、そういうような数字で言うとちょっと優勢かなという、はいはいはい、変なとこに飛車が来ましたよ。これはそうですね、桂馬の頭狙われたんでこれ歩ついたんですけど、はい、取ると、はい、この持ち駒の歩をドンと打たれて桂馬を行くとこはないと取られてしまうので、はい、まあそれは嫌だよということで飛車を置いたんですね。でも結構力が入っていい将棋ですね。まあこれ多分銀とか上がってお互いいい勝負かなと、あれ銀上がんなかったな、これ多分居飛車が少し優勢になりそうですね。じゃ あの受けちゃいけなかったと。そうですね、ここぶつけたのにこれ受けの手なんで、これは攻めの手だから、はい、攻めを継続した方が、なるほど、ちょっとじゃあ違くなっちゃったっていう、うん、先手が逆に200点ぐらいリードしたから、あら、そんなこの1回で200点が変わっちゃうんですね。ってことは先生遠慮なく握手と言ってください、あの射が、あーいやでも、ね、22の握手、うん、でもなんでしょうね、あのこれぐらいのというか、うん、あのアマチュア同士の方の将棋で、はいはい、今の手ぐらいで握手って言ってたらもう、なるほど、放送中全部握手って最後の言わなくちゃいけないかもしれないんで、それは言えないですよね。お互いミスすることによってうまくバランスが取られていけばなんとかなるみたいな、ね、致命的なミスが多分出ると、はい、勝負が決まってしまうと思うので、うんうん、これまだこれ勝負は全然決まるような段階ではないかなと。これ今のはやっぱ角で取るものなんですか？今そうですね、銀で本来ならね形は銀で取りたいんですけど、はい、歩を打たれると銀が行く場所なので、なるほど、斜めに後ろ、あーなるほど、ここ出てもこう数が足りてないんで、いや銀損してしまうと勝負が決まっちゃうかもしれない。わかりました。こういうとこ危ないですね、油断するとね、こういうところで、はい、危ない。最後に握手を指した方が負けるゲームと言われています。そうなんですね、はい、いやそうですね、将棋よく言われてます。これはここに上がったの？でも麻雀もそんな感じじゃないですか、一番最後。あそうですね、あのトン一局のミスより何三何四でミスったらやばいですね。確かに確かに終盤でミスしたら、あと序盤のちょっとした細かいミスよりも終盤13巡目から18巡目のミスはもう即打ち込みとか即失点に直結するんで、これは、はい、初めのちょっとした手順前後とかはそれだったらまだ全然大丈夫なことも多いですか？やり返しができますね。コメントでこれはって書かれてるんですけど、あんまり良くない手だったってことですか？そういうわけでもない、わかんない、なんかこうその5筋位取りが生きてきましたね、うん、今、はい、あら後手の攻撃陣を抑え込めそう、お次にこうとかそれ行きたいですね、行って角を引いて、はい、こういう感じで角道を通してとか、なんかどんどんこれは痛すぎますね、駒の勢いが出てくるんで、あれ激痛ですね後手は。でなので今抑え込まれたらいけないっていうことで後手は歩を つきましたね。これ勝負手ですね。5五角で逆転なのではっていうコメントがあるんですけど、あそうですね、これ次角をドーンってぶつけて戦っていければ、そしたらもうあの振り飛車の玉の硬さがいきますね。なので居飛車もここは大事に指したい。これでも取ったら最悪ですよ、ね、あ同歩は最悪ですよね、最悪ですよね、そこは気づきました、はい、はい、今歩打ちました。これ多分一番局面の攻守ですね。5号に来させないようにいろいろ止まりましたね、これでこう止めて、はい、角で来れないようにしてからここの歩を つけば、はいはいはい、居飛車がこれ駒得しますね。角を取れるか銀をポロッと取れるか、あ本当だ、角が逃げたら銀が取れる、銀が取れるんで銀取っても角を取った手が、うん、あれこれえまずいんじゃないですか、これめちゃくちゃまずいです。コメントでも両面待ちやなって言われて、これマジでこれはやばいんじゃないですか、え大丈夫ですかこれ、これやばいですね、あのプロの評価値だったら1000点ぐらいはいきますね、はい、まあアマチュアなんでまだ逆転しそうですけどね、あのこれ秒読み30秒の秒読みとかです、ね、これさすがに僕でもこうですね、これめちゃくちゃ痛いですね、はい、あのトンパツで親っぱねぐらい打っちゃったですよね、感じです。あいったインパチってですか、これインパチ補充しましたね、これね、おだいたいまあ、あもう終戦かなみたいな先生油断してると、はい、そろそろ後手から
助けてきますよ。あ、助けて。いやもうちょっと遅いですよ。あ、だってもう今ちょっと立ち上がってるから。ほらほら、あ、そんなことない。とりあえず座りました。だって先生これ助けてって言われたらじゃあ何刺すんですか、この今。いやもう勝負手出すしかないですね、これね。どうなのかな。あ、まあ銀出ますね。なんか勝負手しないと。あ、今やんないともうアウトかもしれない。取っちゃったけど、これ銀を取ってくれれば角を逃げて、はい、そうですね、なるほど、うまくしのげるんですけど、はい、ここで3三歩成とおそらく角を取ってくるんですよ。それがまた飛車にも当たってて、これ銀取りも残ってるんで、銀取り桂で取って、皆さん助けてカードを、助けてカードあの忘れてませんか、大丈夫ですか、行きましょうか。助けてカード使った方がいいんじゃないですか。ここまで来たらもうちょっとしてからの方がいいかもしれないですね。桂で取って、まで取って一応銀に紐つくんで、それで勝負っていうことですかね。はいはい、おそらくそうなると思います。例えばですけど、お助けカードの時も遅すぎて投了した方がいいよって戻っていくこともあるんですか。あ、まあでもそれは何のためのカードかわかんないから、一応あの今できる最善を。これは負けましたね。もう決まっちゃったんですかね。とりあえず桂で取りまし、あ、うわ、ついた。お、でもなんか勝負手ですね。いろいろもう不利な方は、いろいろ当たってる時に当て返すみたいな。これでもちょっと光る手ですね。ほう、確かにいい手に見えてきた。飛車の取り合えばやっぱり硬いんで、振り飛車もあの勝負になりますし、桂まで取れば、はい、そこであの3三桂というふうに払うと、はい、あのあ、本当だ、桂まで取ると飛車が取れるっていうような感じで、はい、結構かっこいいさばきがですね、逆転もありますね。この辺でなんか角を使いたいんですけどね。なんかインパチ宝珠からの逆転があるかもと。インパチ宝珠して役満上がるかも。そうですね。なんか助けて、はい、助けてっぽい、助けてしてる。助けて。あ、じゃあ僕らどきましょう。後手の方ですね。はい、今かなり苦しい局面で。へー、これ盤面合ってます。あ、阿久津先生が出てると聞いて飛んできました。ありがとうございます。なんと今日は本当にありがとうございます。はい、阿久津八段が来てくださっています。盤面多分大丈夫じゃないですか。遅いんじゃないですか。大丈夫ですか。そうですね、言って遅かった。はい、じゃあでもちょっとごめんなさい。え、先生、新井さんいきなりあれですね、トンパツで羽マン打っちゃった状態ですね。やばい、もう天望減った、だいぶ減ってる。駒損してるんで、駒損激しい。よかったよ、放送を入るところに。すいません、すいません、もう一歩中入ってもらえると。はい、今もうすでに、初めはこうね、駒組の段階振り飛車がちょっとリード奪えそうな感じでしたけど。あ、そうだったんですか。歩突いて飛車浮いた時に銀とか出て、あのプレッシャーかけとけば振り飛車ペースだったかな。あー、そうなんですか。現状どうすればいいんですか。一手遅かったマジで。現状でも、まあ、歩突きはでも結構いい勝負手っていうか、現状もでもと金払うしかないですよね、飛車に当たってるんで。逃げたら銀取られて、多分こうですか。このそうですね、振れくるのがめちゃくちゃきついです。これきついですよね。でこれがこうですもんね。もうどうしたらいいのかなと思って。これ確かに私もどうすればいいのかっていう、思わずそれを聞きに来たんですよ。すげえきついなと思ったんですよ。そろそろ来ると思ったんですけど。これでもかぐなられるともう本当に おしまいかなっていう感じ。じゃあまさかこんな、でもな、こうしたら銀がタダになっちゃうんだよな、どうやって。まあ気合としてはここで飛車とか回りますか。あの4五桂なら同桂で、同桂で、まあ、すぐには多分取ってくれないと思うんですけどね。これで取って同桂ってなれば飛車が通ってくるし、勝負ですね、歩打つ手も残ってるんで。ああ、なるほど、はい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 、ね、そうかそうか。でただね、おそらくね、角とか角とか打ってくんじゃないかなと思うんですよね。あ、なるほど、角とか角とか、そうやって見えた。いや、それがすごい、はい、なんか嫌な感じではあるんですけど。嫌な感じですね。まあこれに歩打ちとかで我慢しておいて、はぁ、耐え忍ぶ感じですね。耐え忍ぶ、はぁ、まあ、と早く取ってもらって、ここから反撃、まあもしくは次相手何もしてこなかったらこう銀を取ったりとかして、あのさばきに行くと。なるほど。まあここに歩打っちゃうと二歩には注意ですけどね。あ、そうだ。あ、これでも二歩してもこの番組大丈夫。二歩差し直しです。大丈夫です。どこ間違えました。そうですね、やっぱちょっと飛車ここに回って抑え込まれる形になっちゃったんで、うん、でもどこ間違えたかじゃなくて今の局面を。そう、今の今を生きない。どこ間違えたかいいんだよ、もう今の局面をどうするかだよ。多分この、ね、あの5四歩って来る手が多分むちゃくちゃきついんで、超きついと思って。
いやでもそうか、止め方ないし、止め方ないんで、止め方下回るしかないのか。そうですね、そっか、下回って、まあ、あとは一回おまじないで歩を打つとか。お前ここですか。ええ、ここで一回おまじないで受けといて、これも得になるかどうか分かんないんですけど、取ってから逃げとくっていう方が、引いた時に角に当たるって。あーなるほど。ただ角がこっちに効いてくるというデメリットもあるんで、はいはいはい、まあ、どうせ悪いんだったらこう近づけておくとかいうのもありますね。あーなるほどなるほど。この時に寄って、いや銀取られちゃうけどなとか言いながらこうしちゃう、早く取ってくれた方がね。いやこれまずまた銀駒損かとかぼやきながら飛車を寄ってそういうやっぱ精神的っていうそれか、そういう感じか。なので今ちょっと現状駒損してて、はい、ここで次もう一回こう相手にいいパンチ打たれると終わっちゃうんで、あーやばいっす、踏ん張ってください。うん、これなこの後井上くんの手番になったらどうすんだろうねこれね。角って歩、角とか打つのかな。早く取ってくれればいいんですけどね。はい、多分か角こっちに打たれるのも嫌なんですけどね。いやいやですね、角打たれたら歩で我慢、我慢が、まあ、近づいてるんでこれで取っちゃうっていう指し方もあるかもしれない。こうなってたらこれもあるか、角に当たる、まあ、ただ飛車取って桂馬取ってとか、またどんどん相手の攻めは止まんないんですけどね。これでも歩打っちゃった方がいいかもしれないです、ね、分かりました、でも取られてさらに駒損をするんですけど、歩受けて、うん、取られて、まあ、取り返して、して、まあ、取られても一応飛車さえにあれば、はいはいはい、あのアマチュア同士の将棋やっぱ竜ができたら結構、あ、そうですね、なんか勝った気分ですね、竜ができたら変わってくるんで、はいはいはい、まあ、苦しいけどこれ以上駒損しないで、はい、いや参っちゃったなと言いながら相手のミスを誘う、はい、そうですね。それと金払うところから始めてみて、はい、シャミでいきましょう。まずは分かりました。顔芸とかいや参ったね。シャミありなんでルールにシャミなしって書いてなかったっすよね。あ、大丈夫です、ね、いけそうですね。分かりました。我々は普段ね対局でやるとちょっと怒られます、ね、今日はね、あの皆さんは多分やった方が勝ちやすいですね。ぼやき戦法でいきましょう。そういえば大石さん将棋指したくなってきましたね。やってない。先生とおしゃべりしてるのが一番楽しい。じゃあもう言った、大井さんがさ、2局目指すかどうかっていうのはちょっとまだ決まってないんですよ。やめてよ。いや決まってないんで、だからひょっとしてみんなが見たいとかいろいろあると、大井さんはちょっとファンのみんなのコメント無視できない性格かなって僕は思ってるよ。ジャクス先生がゲストで来られるって言ったから、僕じゃあ遊びに行くって言っただけですよ。いやいやいや、本当に。そういうことで、じゃあすいません。はい、頑張ってください。頑張ってください。活路は見出せましたかね。いや活路は、はい、もうとりあえず IT が一回ミスしてくれないとって感じですね。じゃあとりあえずやっぱ三味線を駆使して。なんだっすね。なんかこいつ取りたいんですけど、角使って現状かなり辛いですからね。よいしょ。あ、フェードさん、お疲れ様です。見たいに決まってるだろうっていう。何決まってるでしょ。僕は本当これレベル高いんですよ今日。奈良原さんとか太郎さんとか強いんで。さっきコメントにもあったのが、これが13戦しかやったことない人のあれじゃないみたいな、なんか喋ってる将棋の内容じゃないみたいな、絶対すごいみたいな。見るは見るんで、今撮りました。あ、見る将ですか、はい、とりあえず時に乗って撮ってた、撮ったんだよね。そしたらこれ先生、これはここいつをここ行けばいいですか。あ、これは多分そうですね、筆、あ、そうですね、これ取ってくるのが角を、そうなんですよ、使えてない角が来るんで、はい、すごいいい手ですね。ですよね、そこまでは分かりました。こうかな、はい、はい、そこまで分かったんですけど、この後飛車を回るんでしたっけ。飛車をそうですね、ここ回るか、一回ここに歩をおまじないでって。これこういったら、なんかあれ打たれちゃいますね、なんか。あ、そうなんですよ、角とかこう、ここかここと打たれます、打たれて、はい、さらに筆我慢するっていう。こう振ったらここになっちゃえばいいんじゃないですか、ええ、いや飛車を取ってもらった方が角が手に入るんで。あ、はあ、振り飛車は飛車に対しては結構強いんで。なるほど、すごい。一応そういうアドバイスを今来た時にしたんです。なるほど。なんとかね、粘りの一打。多分どうせ悪いからこれで角を近くに呼んだ方が何か大技が決まるかもしれないの、まあ、不利な時に関してドラ増やすような感じですね。なるほど、チャンスが来るかも。チャンスが来るかも。パルプンテ的な何か起こすと、ええ、間違えろと。なんか紛れが起こりやすくなるので、紛れが、はい、その間に相手が
すごい。まずはね、5人補充ぐらいからしてもらえると。そうですね。インパチ取り返すにはちょっと。めっちゃ角打ちたい。あ、これちょっと待って、5手はどうすんだ？これでダム飛車を寄るっていうところまではアドバイスを3-2にですか？3二飛車。あ、本当だ。でここでなんかやべ参ったなってちゃんと。あ、なるほど。その。なんとか弱ってるアピールするんですか。弱ってるアピールをするっていう三味線も使うという話でしたっけね、ここで。でここで2三角はダメですか。ここでそう2三角って打つのが多分やられると一番嫌な手なんですね、はい、こっち早く銀取ってくれれば後手も同桂でさばけてくるんで、そして飛車成られちゃいますよ。そうですね、飛車成りとか歩打ちとかが5七歩とか打つ手が残ってるんで、これ痛いですね、きっと今頃新井さん待ちでね、こうやりながら、はい、いやこれは負けたかなみたいなこと言ってんじゃないですかね。言ってるんですけど、ちょっと多分ね、はい、あでもこれも嫌な手ですね。三味線を駆使していきましょう。今度2一にここ2一だとでも引く手もあるかもしれないです。引いて引いたら教えてあげておいた方がよかったかな。これでも歩打ちちゃうかもしれないですね。私は歩打つ手を推奨してたんで、これで引いて角を成ってくれば銀を引いたりしてこう馬と角とか当たってくるんで雰囲気が出てきますよね。呼んだ効果が出てくるんですこれ。本当だ。これ受けづらくないですか。受けづらいんですけど、私が違う、はい、似た形で角をこっち打ったら歩打つって言っちゃったんで、やっぱりこれでも歩打っちゃいました、ね。ちょっとした違いにやっぱりポンコツはほら気づけない。教わったことださ。あ、ちょっとあの力応変には難しいんでね。三色って決めたら三色だから。一通に気づかなくなる時あるからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ああってああって言われちゃった。ああ。ああですか、うん、これは。これはコメントもなんかもう真面目な将棋ネケになったりこう。出てる子かわいいよとか言うの。上田さんかわいいよって言ってもらってます。あざー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 す。あまり言われないから言われる。嘘だ。これ松本が24歩と言ったんですね。今日の二人はなんかよく言われてそうな二人だから。あ、言われるかな、どうかな。私プヨンヌブヨンヌしか言われないが。なんかすごいや、なんかあんまり良くないあだ名ですね。そうなんですよ。でも一番最初に言ったのはここの部長の新井慶文さんなんで、新井さんが悪いですね。あ、本当に新井が悪いなんですよ。銀引いた。銀引いた。でもこれ読んだ効果出てきた。あ、広告ありがとうございます。ありがとうございます。これは活路見出せてますか。ちょっといけてますか。差が詰まってきた感じ。あ、なるほど。読んだ効果はやっぱり大きいですよね、はい、先手になってる。そうすると要するに出た感じでこれ逃げなきゃいけないから、手番がこっちに来ると。そうですね、一手得したって感じになる。あ、なるほど。確かに言われてみたらそうですね。こうなったら角、はい、あ、なるほど。逃げずに攻め合いになったんです。あ、でもこれの方がいいんだ。トキンさん、トキンさん厳しいですよ。これ飛車取れるんで。そうですよね。でもこれ飛車逃げたら、はい、桂馬をこう取りながら角逃げられちゃうんで、はい、これは飛車を見捨てても角を取って攻め合いに行くしかないです、ね、すごい。そういうのできないんですよね、まだ。あ、できた。やったやった、すごい。あ、で飛車を多分取りますね。取りますね、さすがに。ただこれで角がちょっと一緒に遊んでるので、この間にここに歩打つとか。ちょっとこれは こいつら、あれこれ、そんなことはない。後手も楽しみ出てきましたね。あ、楽しみが、こいつらはなんか必殺ないんです。あ、ありがとうございます。たくさん広告いただいてます。ありがとうございます。こいつをいじめるみたいな必殺がないんですかね。桂馬があったら桂馬が必殺になる。それそれ、そういうの、そういうのです。これ上がったら、上がったら角が後手飛車になる。それを今言いたかったんですよ、なんとなく。やっぱりその角を持ったら両取りがないかなって考えるのはすごい。大井さん将棋向いてますよ。行きましょう。先生、先生やめてください。本当に周囲を持たせたらコメントで玉系に差が、玉系に差がある、はい、玉系に差があるし、いい勝負になりそうっていうコメントある。どっちの方が王様の形がいいですか。後手の方が玉の形がいいんで、あ、戦力的には少し不足してるんですけど、はい、あの硬い、あのすごい最後あの詰みまでのね耐久力後手の方がちょっとあるんですよ。なのでここで今こう歩打ったんです。私の解説通り後手指してるんで、これ上手ですよね。これはいい歩の使い方が、はい、あのでなんか決まりますよね。あ、将棋の強さって。ここ、歩を使える使い方がよく分かってないんですよね。歩の使い方が今すごい、あの後手 の, あの井上新井ペアは、はい、あのここに来るまでの指し手が一瞬心配になるぐらいだったんですけど、はい、ここに来て戻ってからは私と指し手が全部同じなんです。なるほど、はい、なる。それよく聞く。井上さん優勝しましたしね。え、誰が。え、井上さん団体戦で優勝した。それ違うよ、松本さんかな。あ、僕
それ松本惜しい惜しいみたいな。惜しいですか。僕は素人すぎてその職団戦がよくわかんないんだけど。職団戦ってなんか職団戦は職場の会社の将棋好きの人5人で出る団体戦ですね。それランクありますよね、どうせ。あ、そうですね、 S から、はい、あの E とか F とかまであるんですけど、そランクを言わずに優勝したって言われても分かんないわけですよね。まあ、でも一番そのクラスでも、まあ、優勝っていうと結構あの5勝6勝ぐらいしないと優勝できる、かなりすごいことです。 E クラスで頑張るっていうのから、はい、あ、じゃあ F のクラスで優勝で優勝ってことですかね。うん、下からどんどん優勝して上がっていく感じですか。優勝するとそうですね、どんどん上がっていく。楽しそうですね。上から高級っていうか落ちちゃうこともあるんですか。落ちることも、2回続けて2連敗とかすると落ちちゃったりします。厳しい。軽跳ねた。はい、これ1球出てきましたね。後手6-5だ。この1点をいじめようと攻める時ですか。歩を成ったり銀をこう持ち駒の銀をこう打ち込んでいくとかで、この角がね瞬間的にまだ働いてないんで、はいはい、これが働くまでは結構後手のターンですね。見バレとか考えてなかった。これはあのこの人がここに来るのとこの人がこっちに来るのとどっちがいいんですか。ああ、大石さん強いじゃないですか。ここいきなり行ってもちょっと駒が足りてないんで、はいはいはい、銀を出てから歩を成った方がいいかもしれないですね。あ、なんか桂、はい、どうしたの。桂馬取りましたね。取った。これはでも角がこう使えるようになったんで、はい、先手としても大きな。なるほど。どっちの攻めが早いか。でも大井さん言った銀出とかやる可能性あります。銀出るか、はい、ここに角打つか。あ、なあ、そう、銀と同じような意味なんですけどね。なるほど。ずっと後手のターンって書かれてますよ。後手がこれ後手ね、いい後手がいい指し回し。なるほど。あ、銀打ち込みました。これも実践的ですね。ああ、銀打ちか。でも取るんですか、これは。これ取ると歩をなって余計攻めが早くなっちゃうんで相手できないですね。手抜く的なので今度はあいつが、そうですね、角をこうなったりして金を狙って攻め合いに行くっていうのが多分最善かな。端攻めしちゃえとか端攻めていくのかなって言うんですけど、はい、それはどこの端っこってことなんですか。こっちの端は、そうですね、こっちは玉に関係ない端なんで、こっちは多分勝負に関係ないんですけど、ここは結構お互いにどっかでこう切り札的な感じですね、はい、どっかで切り札ぶつかる時が、ね、これこいつとあいつと、もろはですよ、ね、どっかで行く可能性があります。いや、なんか王さん側の端っこはこ自分が攻めてるのが攻め返されそうで、確かにまだ先手の松本さん太郎さんの方はお助けカードを使っていないんですよね。はい、銀の方を取るんですね。これはこれ金取ると歩でこうって守りやすくなっちゃうんで、銀の方を取る方がこっちからすると先手からすると嫌ですね。じゃあ一応王手と。でこれも金で寄りで取ってしまうと歩を成られて突破されてしまうの で、ね、多分金で上がるの方で取るんですけど、まあ、もう一回それでこう銀を打っていくとか、あの、なるほど、歩を成って攻めていく。振り飛車が良くなりましたね、多分これは。振り飛車がいいってこと、大逆転ですか。さっき1000ぐらいの1000ぐらいだったけど、今後手がちょっといいと思いますね。やっぱりこのレベルが打つと。これは用語なんですか。手抜くとかいう用語、はい、あの手抜くってどういう時に使うんですか。あ、僕の話、あの手を抜いて攻めたりほうほうほうする時ですね。ほっとくみたいな将棋のなんかまあ用語です。あの受けてもキリがないときに、はい、あの受けないで攻めの手を指す。じゃあもうそこはほっといて、手抜きとか言いますね。攻めいこうかね、みたいな時が手抜き。今度はとなったんですね。打ち込まなかったですね。もう一回打ち込むのもあったんで。ですよね。これだとなんか取ってで歩打つのか、それ。もう一回歩打って攻めていくと。ですね。これは後手がずっとターンを持ってるんで。はい、応募はこちらからスリアド将棋部直筆サイン入りセンス&サイン入り大井熱応募フォーム上に出していただきました。はい、こちらの方どちらもぜひ、まあ、いいですね。はい、どちらか明記した上でよろしくお願いします。今夢中で自分の本はどうでもよくなってきてまっすぐで取って将棋熱になっちゃう。将棋熱ほらほら来た。これちょっといいのいいのなって、これそれはい、いいの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 なって多分取りますね。まあ同金しかないんで、いやこれそしたら分かりやすい、強靭を期して釣らないこと分かりやすい。これ5六歩ですよね。そうですね、歩で攻めていくね。大井さん強いじゃないですか。いやいや全然強くないです。そしたら金これは出番が金は出番がありそうですね。乗ってくれない、ダメだ下がって多分角をこの辺から打つ。それ
どうなんですか、持ち駒によるじゃないですか、角をこの辺から打って次こう銀を打つのが多分かっこいい感じになりますね。取ったら終わっちゃうか、金は一発で終わるんで、一発だで逃げてもさらにこう角を押し売りしてきて、はい、金があると。めっちゃ、じゃあ今勝てそうということですか。今は正しく攻めれば後手が押してます。ただあの金を下がるでしょ。先手のペアはちょっとね、お助けカードもうちょっと前に使っておけば優勢を下がる。あっくんはサインなしって。あ、私サインありますよ。じゃないですか、真ん中にかっこよく書いていただいてますよ。あれこれ負けちゃったんじゃないですか先手、ね、かんないかな。この飛車がもっと守りに効けばいいのに、はい、守りに効いてない。ちょっとそうですね、筆止まってるんでね、はい、せっかく一番下に行ったのに。後手はちょっとペア気合入ってますね。なんか頭揺れて読んでます。これ新井さんの頭ですかね。新井さんの頭です、うん、先手の大駒が遊んでるっていうのは飛車がここ、あ、そうなんですよ。2級の飛車が攻めにも守りにも効いてないですね。あ、今になってきた、今になってきたぞ。まあ、角の方がスマートだけど、まあ銀も確実なんですね。これ一体助けて、助けカード、これが助かるんですか先生。まだこれでも処方できます。毎回不利になった方が来ますね、ネオネゴ。そうそうそう、そういうもんですから。先生、先生、ここからよろしくお願いします。うん、いや、やっちゃった。変なことになってしまった。せっかく大優勢だったんですけどね。あれ何が悪かったの、銀に飛ばしたの。あ、ここ座っちゃってください。そこ放送映らないで、もうちょっと一歩手前に。はい、どうぞ。ちょ、放送を見ながら、ここ見てやって。そうですね、ここね、角がちょっとなんか、これ横取り気味になってるんで、この角、もうちょっと大事にした方が良かったですね。そうそうそう、ちょっと攻め込む重い間に振り飛車のこう勢いが出てきて、今もう歩成りとか確実ですから、今むしろ形勢的にピンチですよね。やばいですよね。なんとかしてしのぐしかないとは思うんですよね。このまま歩成られて、まあ一つ攻め合いでいくか、こう守るかですね。まあ攻め合いでいくなら角を成ってこう切って、まあ、部分的にはこう切って桂馬を打つとかいう手もあるんですけど、玉で取れば飛車を打つと、放っておけば香車を取ればかなり危なくなると。ただ振り飛車からの歩成りもかなり速い攻めなんで、はい、あんまり多分ここではちょっと攻め合い負けしそうなんで、一回はこの銀をなんとかしなくちゃいけないかなと、はい、桂馬とかですか。受けるんであればそうですね、桂馬こっちかこ、まあ、こっちに打っておくっていう手もありますね。で、こんなの守ってもしょうがないですよね、受け一方の手を指してるとだいたい負けちゃうんですよ将棋、はいはい、って考えるとここに飛車を打ってこう銀取りにして歩を成ってくればこう銀を取れば、あの一応攻め駒を一掃できるんで、うん、まあ粘り強くさせると、うん、まあ桂馬取ってくれれば、あ、すいません、桂取れば歩成りがなくなるので、あの角成りとかから攻め合いに行くとか、角成りか桂馬か打って攻めていくとか、まあ、飛車が多分一番その攻防に効いてていいかなと。相手も角とかもし打ってきたらガチッと銀とか打てば、だんだん相手もこう大駒当たって忙しくなってくるんで、とりあえずこう飛車を打って相手の様子を見てみるのがおそらくいいんじゃないかなと思います。飛車が走るとか間に合わないですか全然。飛車がもう走ってなるの2手かかるんで、もういいか。さっき封止めた分かったですかね。あ、そう、それもあったな。あ、銀に当たるからでしょ。そう、うん、もうちょっとなんか攻めてる場所が今違うんで、うん、ここをしのがないことにはチャンスが来ないですね、はい、これ飛車打ってこれ成られて取った時になんか繋がれたりしたら歩とか歩とか歩ない、歩がないか、その金駒で繋がれても大丈夫。金駒でそうですね、繋いでくる手も怖いですけど、まあ心配してもしょうがないかなと。まあでも竜ここに入っておきますかね、この辺入っておいて。これは次銀打ちからって感じ。角をそうですね、角になってからとか、あ、角なる方がシンプルですね、なるほど。なので、あのこちらとしてはとりあえず飛車でこの攻め駒をなんとかちょっと遠ざけるというか、あの脅威を取り除いて、うん、チャンスの時にこう角を成ってこの金を狙っていくと、うん、この金を狙えばだいぶ振り飛車もいっぺんに嫌な形になるんで、はい、おそらく勝負系には持っていけるかなと。ちょっと自分の玉系怖いんで、ここ数手の間はこうなるべく、相手のこの銀とか歩をね、うん、取り除くつもりで指した方がいいですね。攻め駒がなくなってきたら角成りとか飛車を間に合わせると、うん、飛車がもう間に合う展開にはなかなかなりづらいと思うんですけど、チャンスだ、もう相手の攻めが完全に止まったらもう余裕で飛車を出ていくっていう感じですかね、うん、
まあ、優先順位的には角を成る手が価値が高いかなと。わかりました。はい、これだけに効く展開ってありえますか。あ、まあ、この歩取って同歩ってなれば一応効くんで、いないよりは、こう例えば取ってきたら歩で取ったら下段銀を捨てて入ってくれてとかが下で取れるんで、一応歩がこう取ってくれて伸びた時は受けにまた効いてると言えるんで、なのでまああんまりあのこの下はこいつは忘れよう、ええ、忘れよう忘れよう、うん、動かさない、動かすチャンスが来た時はもう多分大楽勝になってますね。分かりました。もういるだけで、まあ、最後役に立ってくれないかなぐらいの偶然でかけた方がいいですね。なるほど、分かりました。ちょっと苦しいけど、まあ飛車打って銀を狙えば、うん、相手の攻め次第ではすぐいい勝負になると思います。はい、ありがとうございます、はい、なかなかこう先生が動きが激しい。三味線を教えなくていいんですか。三味線を使ってきたんですけど、ね、あ、使ってきました。やっぱり私は三味線使うように指示してどうした、教わったか。いつもの逆使ってきたんだよ、まずいなとか言ってきたんだけど、シャミ線使ったのでやまずいとか言わない。やっぱちゃんと使ってましたね。言われた技は何でも使った方が何を教えてる人か分かんないですね。あ、でも教え方がすごく丁寧で優しいなって書いてました。あ、そうですか、ありがとうございます。飛車を打つんですね、あの4一とかに。あ、4二ですか、どっちですか。まあ、4一かなと思って、4二もどちらも多分同じような意味なんですけどね。まあ、飛車を打ってこうとりあえずこの銀を相手のこう一番今働いてる駒を狙っていくのが、角の方がいいって言ったの銀、あの、はい、角にしとけば、はい、あの、はい、これ両方紐ついてるんで、はい、両こっちからするとね、なんか飛車打っても構わず銀打たれちゃうんで。そうですね、あ、言った通り飛車打ちましたね。4一の確かにこれここに来て聞いた手をいきなり違う手指したの何しに来たか分かんない。確かに。カツを見出しに来たんじゃないのみたいな。いつかこいつをここに来た時に、あ、そうですね、これを切った時になんかここにいた方が安心だったんですけど、なんかあれなんですよ。あ、そうですね、ここに狙いとしては同じなんですけど、ここにこういるともしかすると金を寄ったりとかする技があるかもしれないんで。なるほど、逆に飛車取りで先手になる可能性がある。なるほど、わかりました。4一銀になってきましたね。まあ、これだったら銀成りの瞬間がちょっと甘そうなんで、これで角成りとかで攻め合って、あ、攻めるんですね、ここは。なるほど、 これ一応言ってなかったかな。これは話聞いてないですね、多分ね、きっとなんか止まってますね。どっかで角成れと言ったんですけど、あ、4三にですか、まあまあ、あとはでも桂馬とか受ける手もありますね。あ、まあ、でもなりましたね、はい、これでもどっちが先に相手の玉にたどり着くか。これここに銀打たれちゃったらどうするんですか。銀打ったら、まあ、同馬で取っちゃって、はい、金が離れると、あ、なるほど、銀の王手とかがあるんでかなり嫌な格好になりますね。コメントで指導対局とかで慣れているんだろうけど教え方スマートだなって言うんですけど、普段もこういう指導対局とか教える機会っていうのは結構あるんですか。あ、そうですね、指導対局結構やりますね。うわー、受けたよ、ここに打ったよ。アマチュアの方と、そうですね、あの駒落ちとかで指して、はいはい、あのここは考えた方がいいですよとか、この手は良かったですねとか、ここはまずかったんで直しましょうとか、そういうのは。そういう時は一回終わった後に、終わってからやる時もありますし、あのその対局中とかでもポイントのところで教えたりすることありますね。おー、だからこそこの優しさ、このスマートさなんですね。いやいや、そんなに褒めてもらうと。そういうことなんですね。厳しく教えてることもあるんで。あ、先生、先生、金、はい、5一金と受けたんですけど、はい、それでもなお攻めましたね。行っちゃったんですけど、飛車逃げとくってもらったと思いますけどね。これは3一で鳴った方が良かったんじゃないですか。3一で緩めておいた方が良かったかもしれないですね。教わったこと1個しかできないんじゃないの。いや、でもこれはこれで結構それ強いんですか、これ。でも攻め合いでどっちが早いか、これで桂馬打つとかですかね。5五桂馬とか、金銀桂桂でどうせ、え、手番どっち、こっちですか。ええ、こちらの手番なんで桂馬とか打っていくのも、相手からここに角打つのが多分急所になるんで。なるほど、相手からこう角を打たせないように打ちたいとこに打っちまうと、打ちたいとこに打って。ああ、なるほど、これまずいってきた。ピンチですか。なになに先生、なに今日一番の握手、あ、いっちゃった、出た、なんと、どれがダメだったんですか。これ取っちゃった手ですね。あ、と金になっちゃった、と金になっちゃったんで、もう後手の指し手が分かりやすいですね。いけなかったんですか。
だってこう自分で取らなければと金できなかったんで、そう相手に取らして歩で受けるって形でしたから、これと金になるとね、もう次、はい、角打ちとかが大井さんが言ってたあの飛車と玉を狙う、はい、もうこれ終わりです。僕はここだけを考えてたんで、もう終わりですね、これは。これはと金ってやっぱすごいことなんで、負けてしまいますかね。先手の勝ちってことですか。あ、後手の勝ちです、はい、今銀受けたんですけど、もう足りないですね。これもやっぱりもう角を打って、でもあんな途中インパッチ補充していたのに、アドバイスをもらって一気に逆転しちゃったって。逆転した。アドバイスの後はでもずっと10手ぐらいの間、はい、今もパフ打ったし、あの油断させる作戦だったかもしれないですね。1万8000打ったとなんか別人になったみたいな。いやギブだな、これも、まあ、これも負けですね。これははっきりしちゃいましたね。はい、もうだって飛車取りもあるし、こうと金とか角成りで攻めていく手があるんで、後手は振り飛車の美濃囲いがもう安泰ですから、はい、体勢決しましたね。これが終わりって分かる大井さん強いってあるんですけど、そうなんですよ。どこまでやったら終わりとかよく分かんないので、ここまで受けれないから、無理もう終わりでしょ。飛車をこう逃げましたね。飛車狙われてたんで、あと飛車がこう横利きでこうなんとか粘ろうと。これって安い駒で先陣に行くのか、馬を作るのか、どっちが得なんですか。はい、多分安い方から行った方がいいと思いますね。角成りも瞬間気持ちいいんですけど、はい、逃げた後こうと金の位置が、はい、多分一路でも近い方が寄せやすいんで、はい、と金で寄せておいて角をもう一回王手するとか。もう一枚持ってるんですよね、これがまたここが熱いですね。詰めろ飛車取りってどういうか。角成りで行きましたね。詰めろ飛車取りは次に詰ますぞという手と、はい、飛車取りを両方やるんで、あの両方を狙う手はすごいいい手ですね。いやこれも逃げた後の五五角が、まあこれでもやっぱり角打つ手が、あこっちですか。ええ、こっちまあどっちか打てば決め手になりそうですね。大井さん強いじゃないですか。いや強くないです、全然違います。これだけ反応できるから ね、もう初段ぐらいありそうですね。とんでもないです、とんでもないです、とんでもないです。本当に勘弁してください。やったことが10回ぐらいしかないんで。10回ぐらいしかなくてこんな強い人いないと思う。本当に逆に強いって言ってるようなもんですよ。じゃあ本当にでもね、いやでもどうしたらいいんですかこれ。先手だったらでも角打ちましたね。どこにですか。ひがめんも見てくれています、ありがとう。午後に打ったんですか。お邪魔してます私。これ王手ですね。はい、もう受けましょうか。そうですね、合駒受ける、はい、端に行くと端歩で攻められちゃいそうなんで、合駒する手もあるんですけどね。銀をバシッと打ってくるとかね。あと金をこう中心に攻めをつなげられそうですね。銀打つ、取る、あ、本当だ、足りない。あ、歩を打ちましたね。お中合いしました。ん、ここに打つと二分なんで。すいません。これってこれはまあ時間稼ぎの意味と、はい、角が近い方が、あ、もしかしたらこう銀とかで弾いて受けちゃおうとしてるのかもしれないですね。それが、まあ、ただ実際ここからバシッと取られてぶった切りましょう、ぶった切って桂できた時金をここに打つ手があるんで、より筋になりそうですけどね。これはもうほぼほぼ、うん、ほぼほぼプロ同士でやったらもう逆転。あ、でもね、あ、こうやってこういうことがあるんです。こういうことがおまじないみたいな手を指しておくと相手もなんか狙えるんじゃないかと思って怖くて指せなくてこっちに行っちゃうんですよね。はい、ただ手番が今度でも、手番が逆になるんで、ここで何かあります。技があれば逆転する可能性もあるんですけど、ちょっと技ないかな。ないんすか。結構向こう硬すぎて。ないんすか。飛車回りましたね。でもえひゃーって感じですねこれ。いろいろ受ける、もう裏ドラに期待するしかないとか、ここまで来たらゴロンしかないよとか。いや、ちょんぼ狙いですね。ちょんぼ狙いですかね。これは銀金があるの。ここに銀を打つ手がまあ自然な感じですかね。なんか この人のそばの金とかこういうのだと、ここに銀したくなりますよね。ああ、大井さんでもその発想がもうすでにね、でなんかプロと変わんないですよ。見てるんですよ、あの将棋のチャンネルは。で先生が何回かおっしゃったのは記憶はしてるんです、会話は。見てるだけでこれだけ強くなるんですからね。いや、麻雀もすごく強いのはあの存じ上げてるんですけど、これだけやるなら将棋やってればもっとすごかったかもしれないですね。でもとんでもございません。なんか角が来た今からでもやってみたらいいんじゃないですか。無理なんだよ。これはあまりにもレベルが大丈夫です。小井さん、わー、靴先生だ。ちょっと待って、これ来たよ。靴八段も来てくださっています。評価値は先手マイナス5000。はい、もうなんか5000、終局間近という感じで、まあ、桂馬これ何したんですか。
一応何かの時に美濃囲いはよく桂馬を、はい、この歩とかをついて桂馬の王手の形になれば逆転する可能性があるんで、はい、まあおまじないですね。そんなことしてる時間があるんですか今。まあでもこれもういきなり飛車取って多分 こちらの玉積みますね。あ、今飛車取りました。取った取って同銀玉だと飛車が、はい、2段目から打たれてきついんで銀で取るんですが、銀を捨てたりして積み形ですね。一応銀を捨てると同玉でと金を入ってくると。なるほど。まあ何もしないでと金入っても勝ちだと思いますけどね。どう寄せるんですか。いや、あと数手で寄せられたら先生がこっち持ったら勝てます。はい、無理です。もう無理ですか。はい、じゃあもうそれを大差って呼ぶんじゃないですか。もう、あの一手のミスじゃ逆転しないんで。あ、しかも読み切ってますね。これと金入っても勝ちなのに銀打ったんで、もうそうですね、あの、はい、捨て駒が出たんで、はい、あのありがちな、ただのところに打ってってことはあのもう勝ちですよというアピールですよね。早く投了してよみたいな、もう俺が勝ちなの分かってるからみたいな。次行こうぜ。ここに打ったのは誰だ。井上さんだ。はい、なるほど。井上さんがここに、はい、こういうかっこいい手が出るともうダメですね。これはとりあえず同玉でいいですか。はい、玉で逃げても逃げても、はい、金打って、はい、上がってここに桂馬が打ってるんで、はい、同玉で今取りましたね。はい、取ったんですけど、これはもうと金が入ってで、こいつがここここに上がって銀を取って、まあ同じような取るとやっぱ飛車打ちから詰みの形になるんで、今もそう進んでますね。と金で玉が上がって、これはもうぼちぼち投了ですね。もう読み切ってますしね、後手の井上新井ペアも、もうあがいても諦めるしかないですね。もう対局室もね、もう緩み切った雰囲気、終わったっていう雰囲気が出てますね。ちょっと水を飲んで落ち着いて負けましたっていうやつですね。はいはい、そうです、はい、プロの対局だとこの辺でお茶を飲んで、あの姿勢を正して負けましたと言いそうな局面ですね。まだ参ってきないけど、でもこれ取ったらここにシャウテは、はい、僕でも勝てます。これはさすがに初心者でもここにシャウテは勝てますよ。はい、あ、取った。あ、逃げましたね。あ、逃げた。面白い。これどっちのペアなんか最後まで指して自分じゃない人に投了させるとかそういうのあるんですかね。いや、もしかしたらチーム戦なんで最後まで一応粘ろうかな。8-5桂、はい、あ、まあ分かりやすいところまで指そうということですね。桂馬打って今下がりました。で、あと1手で詰みで、はい、金を打って1手詰めですね。これは一番最後まで指しましたね。あ、終わりましたね。投了しました。あ、しました。はい、あ、でもすごい。ということで、あ、じゃあ僕で、これは後手の井上さん、新井ペアの勝ち。わー、これ私も抜けといた方がいいかしら。そうですね、4人が来るんで、白田さんも一回こっち来て。はい、よいしょ、よいしょ。私ここで大丈夫なの。はい、先生はあの、今、ちょっと来て。引きこもも的な。いやお疲れ様です。負けた人は立ってた。勝った人はどうぞ。あ、じゃあすいません先生。でも途中から別人みたいな強さ、ね。あ、そうですか。じゃあちょっとすいません。せっかくなのでこちら、はい、指定していいですか。はい、あ、じゃあ先生そこの、はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。いや、アドバイスのおかげで。いやいや本当そうです。アドバイスの後、はい、私の解説とほぼ同じ手順でした。え、本当ですか。もう全然自信なかったんですから、この辺りのグニョグニョしてるの全くあの5筋の。このゴニョゴニョしてた時ですか。でもなんかこう振り飛車らしいというか、相手の攻め駒は重い間に食いついて、はい、あ、そうですね、少し苦しげだったけどなんか攻めてるうちに、はいはいはい、形勢が入れ替わったかなって感じで、あの歩がと金がここにいた瞬間に俺らにはこの時しかないっつって、あ、まずね、攻めのこの時になんとかしないとダメだって言って、その感覚がすごい良かったですね。ありがとうございます。まあでも最後もあの太郎さんとあの松本さんのこう、うん、こう作戦タイムを使った後も、はい、少しと金さえ作らせなければいい勝負だったと思いますね。このもう終わった後太郎さんがすぐに松本に言ってました。あの一箇所だけじゃ言わないと言わないですか、ちょっと、ね、はい、局面戻して、あそこは多分いい勝負でしたね。はいはい、後手が角銀、角銀、角銀、あと樋口が見てるっぽいですね。はい、よいしょ、樋口ありがとう、勝ったよ。よし、この局面で
この棒7の銀を外してこれがと金に化けちゃったんで、これ放っておけば取られても同歩であんまり大したことない格好だったんで、自分から取らなければ、まあ例えば後手から次ここに角を打つ手が急所になるので、ここで桂馬を5五桂とかいう風に先着しておけば金取りになってるんで、まあ金を引けば、まあ実戦でも出たこう桂馬をここに打つ手とか、さらに桂馬で金を狙う手、金を横に逃げたとしても、まあ金をこうベタッとかかりついていっても、こっちの玉もまだいきなり詰ますの大変ですし、なるほど、これだと勝負はどう転んだか分からなかった。そうなんだ、全然見えないですね。相手からの角打ちをね、あの消しつつ攻めに回れるんで、いや、かなりあのこの辺までは結構拮抗したというか、あの見応えある。この後は手堅かったですね。井上さんと新井さんの指し方はやっぱ優勢になったら大事にいこうみたいな。でも最後はもう読み切ったみたいな感じでビシッと銀捨てて、最後はランナーがそう井上君が決めてくれました、ね、ビシッと、かっこいい。でも非常にこうね、もう序盤すごい駒損しそうで、はい、新井さんと井上さん大丈夫かなと思ってたんですけどね。ああの気がついたら角取られてました。もういきなりトンパスで1万8000補充したって解説しちゃったんですけど、使ったですね序盤本当に。でもそれでも逆転することがあるっていうところがやっぱり将棋の面白さというか、はい、結構どうなるか分かんない将棋でしたけどね。いやいやいや本当にありがとうございます。和久津先生のでもアドバイスのあの筆辛抱を教えてもらったわけじゃないですか。ここの筆辛抱、筆辛抱、ね、これ全くこんなで見えない。あれ見えなかった、そこまで聞いてたんですよね。聞いてました、聞いてました、はい、実は結構やっぱり何とかして角を手に入れればチャンスが来るって言って、そうですね。いやすごいあんな手があるんだな。でもうまくねこう攻められてる時、もう飛車を捨てるタイミングも良かったですね、はい、反撃に回って、美濃囲いのなんか良さが生きる展開になりました ね、 ね、新井さん今日かっこよかったですね。ありがとうございます。いやどうもどうもどうも、珍しいなこんなこと言われるの。さてもう1曲目からすごい見応えがある将棋で、ありがとうございます、はい、こんな褒めてもらえるとは番組やっててよかった。さて、2曲目なんですけれども、2曲目はですね、組み合わせがニョロニョロニョロ、組み合わせがですね、僕と太郎さんが組みの、阿久津先生と喋りたいの、奈良原さんと、これには王位って書いてあるんですけど、いいじゃないですか、喋らして喋らしてっすよ、そのうち出るから。どうですか、あのご覧の皆さんを、そうですね、失礼します。阿久津さん今修行中だから、もうちょっとで修行が終わるらしいんで。嘘でしょ、大井さんがこれで出てこないって、そんな珍しいことあるんですかこれ。大井さん本当に出ない、大井さん本当に出ないんですか。ちょっと宣伝だけして。嘘でしょ、ちょっと待って。じゃあそれはさすがにあれなので、ちょっと組み合わせを考えますということで、ちょっとだけじゃあ次の準備がありますのでお待ちください。そんなわけない。スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルではマージャンや人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらへお願いします。高評価もお待ちしてます。